どうぞ。あ、こんにちは、どうもどうも。どうぞどうぞ。修正して、あと分からないところ。じゃあ今日は、たるいさん登場です。どうも、はじめまして。よろしくお願いします。たるいさんは、YouTube の塾に通ってきてくださっている、方なんですけれど、何々コンサルタントでしたっけ？私今飲食店のコンサルタントの仕事をしてまして、であの YouTube で、なんだ、転職のコンサルティングもちょっと今やっておりまして、主に飲食店と、あとリラクゼーションの転職の仕事もちょっと関わってます、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、じゃあ、あの台本はないのでアドリブでどんどん進めて、はい、でも大体こういうことを伝えたいみたいなのが、まあ一応流れとしてはありますという、はい、よろしくお願いします。アドリブでやっちゃうわけですよ。もうすげえな。台本用意しててすげえな。そもそも軽井さんが、はい、ここへ一番最初はこのオープンセミナーですよね。そうですね、YouTube のオープン活用セミナーのやつですよね、はい、そこでここに来て、YouTuber になりたいって来たんでしたっけ？ YouTuber になりたかった、うん、あの仕事で、転職の、サポートの宣伝がしたくて来たんですけれど、うん、とりあえず YouTube に動画をまず載っけてみようってところから で以前ちょっと何ていうんですか、本業の方のコンサルティングで、はい、やっている動画、うん、お店の宣伝用の動画とかをこうアップしてきて、これね、今映ってるのがたるいさんの今もチャンネルなんですけれど、はい、で一番最初にいらした時、はい、ちょっと見てみましょう、うん、ここもこういう風になってなかったんですよね。飲食店とかね、これ買いました、ね、なってなくて、うん、この辺が美味しそうなこの動画が、うんうん、こう 見えてますよね、きっとね。美味しそうな動画が3本とか4本ぐらい、うん、お料理のなんかこう、そうです、こう映したら分かります。ええ、動画編集の覚えたての頃に作ってるんで、ね、こういうような、はいはいはい、でこれだけじゃダメっすよっていうところからなんか、そうですね、もうなんかスタートしたんですよね。はい、僕的には動画の編集ができればまあいけるかなと思ったんですけど、なかなかそうもいかず、そう乗っけても全然再生数って上がらず、はい、そもそもお仕事の動画1本も撮ってなくて、うん、高橋さんのセミナーに来る、うん、ノープランも行けなかったんですけれど、うん、はい、で未だこう方向性がずっと定まらずに来て、はいはい、もう何ヶ月、2ヶ月ですよね、多分2ヶ月経ちますよね、2ヶ月ぐらい、はい、で当初半年で1000人目標にしてたんですけど、今日時点でまだ27人27人しかいないですからね。瞑想っぷりが出てますよね。瞑想してます、はい、でもちょっとこう進化したのがこの一番上 の, あの動画なんかもあって、でも 先,、はい、先月じゃなくて今月ですよね。そうです、今月の YouTube の塾で1個なんか作ってきてくださいみたいなのを、はいはい、宿題をもらってます。先月の時ですよね。先月の時に宿題で 4月、はい、4月の宿題でいただいたのが、そう、とりあえず1本作ってきてと。そうですよね。最初に、見るターゲット、をこう宣言するっていう、うんうん、はい、こういう人に見てくださいっていう動画を作ってっていう宿題 でとりあえずそのために、道具がないといけないと思ったん で,、ええ、でいろいろ、高橋さんの塾行くと皆さんすげえ性能のいいカメラとかみんな めちゃくちゃ持ってるんで、はい、ここは僕も投資しとこうと思ってソニーの RX02 持ってられてるじゃないですか。手に入れたやつを、これでございます。あそこへ、ああこれでございます。そうそうそう、ちょっと僕も僕なりにちょっと音が悪いなと思ってマイクつけてみたりとかいろいろやってみたんですけど、とりあえずこれ持って、うん、でゴールデンウィークあったんで、ゴールデンウィーク前にこれが届いたんで、じゃあこれでちょっと家族でちょっと軽井沢行く計画になってたんで、うん、そこでちょっと撮ってみようかなと。でなんかそこも何の計画性もなかったんですけどね、ええ、ただとりあえず撮ってみて
やってみようっていう、ま、ところでやってみたらどうなったかっていうので、そう、うん、あの宿題のところで毎月そのこういうことをやってみましょう的な宿題みたいなのをこう、うんうん、出すんですけれど、でその先月の時が誰に向かってその動画を見てねみたいなことを入れてみましょうみたいな、うんうん、でそれをちゃんとやあの箱根軽井沢動画の中でまずやってくれたっていう、うんうん、でそのじゃあビフォーというかちょっとビフォーっすね、下書きに入ってるビフォーっす。はい、どうもたるいです。今日はこういう感じの、から買ったばかりの RX02 で、うん、撮影をしてみたいと思います。きついな、ガジェット好きの人やカメラ好きの人には、ね、うん、物足りない動画だと思うので、なんだかもう途中これ途中だろ本当にすごい何も考えないでやるとこうなるよねって思ってなんかね、なんかいろいろよくわかんないけど、あの掃除してみたりとか、はい、うん、なんかこういろいろやってみたんですけど、そうで、とりあえずまだこの出だしのこの練習の段階だから全然喋ってないんですよね。喋ってません、そうだからこれやっぱり解説入れた方がいいですよとか、うんうんうん、そうですね、これね、ね、どうしたもんでしょうね。そうそうそう、だから軽井沢の、うん、なんかその何を紹介したいのかとかテーマがそもそもなかったんですよね。だからそういったところもこうなんか瞑想っぷりが出たのは、とりあえずあのターゲットじゃあどうしようかと思った時にこうカメラを構えて最初に思ったんだけど、うん、あのこれ多分カメラが好きな人とかあのそういう人が見たら、うん、絶対なんか文句言われるなと思ったんで、だって何のカメラの解説もしてないし勢いで買っちゃって、いやあの出してみましたみたいな感じで、だから最初に思いついたのは誰のこれ誰のために見てもらいたいかというよりも、うん、誰に見てほしくないかを言っちゃったっていうやつ、ね、だからカメラ好きの人とかガジェット好きの人には申し訳ないけど見ないでくださいっていうのが言いたくなっちゃった、うんうん、で困ったんですけど、でまあこういう状態だったものを、うん、今回ちょっと改造してくれて、はい、でこんなちょっと再生してみます。はい、はい、どうもたるいです。もうこの辺は、今日はこの辺そうです、今からでもこの辺のテロップみたいなのとかだから全部入れてるんですよね。これも高橋塾で教わりました、撮影をしてみたいと思います。こういうテロップが入ってきたりとか、はいはい、ガジェット好きの人やカメラ好きの人には、物足りない動画だと思うので見ないでください、ね、うん、はい、2019年のでこの辺がなんか全部アフレコになったんですよ。アフレコ入れてました。ということで、もうあの撮り直さないんでアフレコ入れてました。どんな風に通されましたか。私は、家族で軽井沢でこのアフレコにめちゃめちゃ苦戦を、アフレコ難しかったされたという、でもこれ1回やるともう慣れて、うん、次、うん、結構できるんじゃないですか。次は多分大丈夫かもしれませんね。ですよね、はい、この音のね効果音そういうのも時間かかりますよね。効果音見つけるのが面倒くさい。そうそうそう、ええ、そういうのもちゃんとフォルダにあのストックして、はい、こうそうですね、毎回毎回使うやつ、カフェですけど皆さんちゃんとネタ帳作ってるの偉いっすよねうん、それは本当すごいなと思う、うん、あのなんか最初だからまずやってみようからスタートしたんですけど、うん、そうそうそう、これが記憶いい記憶になったのは、うん、とりあえずやる前に6割ぐらいをちゃんと考えてからやるってことですね、うん、何も考えずにやると後から学生するというのが分かった、はい、だから軽井沢に、うん、行って僕は何が言いたかったかっていうと10連休長すぎたよねって思いますうん、うん、結局半分5日間ぐらいいてもう半分結局実家帰っちゃいましたし、長いなっつうのと、あと有給休暇をあの当てようっていうのが前々からちょっと思ってた、有給休暇が取れない人が結構多いっていうのが今結構問題になってるんでちょっと調べてみたんですよね、うん、それちょっとこの辺で解説してるんですけど、うん、ね、これでもこういうのいいと思うんですよ。あ、そうですか、
図はちょっとね頑張ってみました。はい、だから軽井沢行ってカメラの話を紹介したいのか、うん、そういった有給休暇の話をしたいのか、うん、軽井沢の街をなんか紹介したいのかとか、うん、多分いろいろあると思うんですけど、うん、その方向性を、うん、やっぱりタイトルとかもそうですし、うん、そうね、そうですね、そもそもビデオ回し始めるときにそれをイメージしながら回すと、うん、それすごいですよね、台本がないでできるってすごいなと。今もこれ台本なしで、さっきもお伝えしたようにやってるんで、それがすでびっくりした、まず台本を用意しないかったのはダメだけど、うん、台本をしなくてもできるっていうのが分かっただけ今日はすごかった。そうそう、でもほらストーリーは、一発この流れを樽井さんがねこれ考えてきてくれてるんですよ。こういう流れでこうなんかちょっとやれたらどうですかって、うんうん、ね、叩き台を、はい、なので、うん、さっきそういう話をこの今録画ボタンをポチってする前にね、うん、やると、まあ、なんとなくこう形になっていくっていう。そうですね、形になってるんですけど、打ち合わせ5分ぐらいしかしてませんから。5分でいいんだね。そう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 、まあそういう感じで、でそうなんですよ。でやっぱりちょっと計画性が大事だってことに気づいたので、はい、まあ、1本とりあえずできたんで、うん、次からはちゃんとやろうと。そうですね、で今月の YouTube の塾の宿題のネタ帳、うん、ネタ帳もうね50個今作ってくれてましたもん、はい、すでにすごい全部ブワーって言ってて、うん、あ50ちょっと見ます、どこにあるんですか。50はね、ここに見せて見えますかね。まあ見えないですけどね。ああ見えないですね。こうやって手出したらこんな感じで見えますかね。そうそう、はい、多分見えないかもしれないですけど、でももう50項目ぐらいぶわー全部詰め込んでいてくれて、うんうん、まあそこをベースにやっていくという。そうですね、今後ちょっとやっていきたいかなと、うん、はい、そうするとやりやすいですし、はい、やりやすいと思いますし、多分僕のようにYouTuber 目指すとか言って多分止まっちゃう人ってこの辺で止まるんじゃないかなっていうのが一つ一番最初の止まり止まるんじゃないかなと。一発目二発目三発目、うん、まあとにかくだから1000に行くまでがめちゃめちゃ大変なんですよね。ハードルですね、ハードル、うんうん、誰もこう見てくれなかったりして、うん、俺が作ってんのにどうなってんだっていうのを、うん、辛くなってくるんですよね。うん、辛い。ただ塾入ってちょっと良かったのは、うん、一緒にやる仲間って言いますか、ちょっと頑張ってる人が何人かいて、うん、でちょっと仕事の僕の本業の方でやっているチームビルディングの話ですと、うん、3人の法則っていうのがあって、うん、そのチーム内に3人なんかね引っ張ってくる人間がいると、うん、一気にこう加速するっていう話があって、その3人現れるまでが結構大変っていうのがあるんですけど、うん、僕ね塾参加して思ったんですけど、すでに3人いたなと思って、あすげえなこの人ってのが3人いたんで、あもうこのままこう乗っかっていけば、うん、多分もういけるなと思った。あとはもう動画作るしかねえなと思った。そうそうそう。はいはいはい。みんなで作り合いっこして。うん、作り合いっこして、ね、ああでもねこうでもねって批評されて軽く落ち込むんですけど、まあ、それがまたほらね、翌日からのこのバネ見てバネに、なりますよね、その反動でいくみたいな。僕もその反動で5日かかりましたけどやり直しましたからね、よかったですよ、よかったですか、ありがとうございます、うん、はい、この感じでどんどん言っていただければ、はいはい、ちょっと頑張ってみますね。またなんか定期的になんか報告できたらなと思います。そうですね。はい。ぜひ。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。まあ、そんな流れですか、うん、はい、すげえ。じゃあ、この今映しているこの樽井さんのですね、樽井さん本名でやってるんですよね。そうです。樽井たけしチャンネル。はい、はい、はい。はい、備考欄とかにピタッと貼っときますので、よかったら
登録してあげてください。お願いします。どういう人にもう一回見てもらいたいんでしたっけ。はい、転職を今考えてらっしゃる、まあ、35歳以下の方が主に見てもらいたい方なんですけれど、どこ何のジャンルでもいいんですか、転職。はい、最初の頃今書いてるのは今こう説明したいのは、まあ、飲食店は主に見てもらえたら嬉しいんですけれど、ただそれ以外の方でもお仕事の転職を悩んでらっしゃる方は一回転職のエージェントとかの前に一回相談されてみてもどうかなと。転職コンサルタントですか。はい、一応キャリアコンサルタントの資格を取って、うん、はい、まあ、でそのどの場面のキャリアかというと転職のところをにこう切り取って中心に今コンサルティングをやってます。はい、ということです。ということです。はい、じゃあ、どしどしチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上でございますか。はい、はい、おー、ありがとうございました。ありがとうございました。